皆さん、こんにちは。現在、新車で販売されている車の中には、何台にもわたって継続して販売されているモデルがありますが、フルモデルチェンジすることなく、1台限りで消滅する車もあります。そこで、今回は1台限りで消滅した国産車についてご紹介します。1. 日産 1ATS-X。 日本の景気が急上昇していた1988年に日産は5代目シルビアを発売しました。2ドアクーペの優れたデザインと高性能なスペックの FR 車ということから、発売と同時に絶大な人気を誇り、一躍ヒット車種になります。そして1989年には3ドアハッチバッククーペの姉妹車 1ATS-X が登場し、やはり FR のスポーティーモデルとして人気を博しました。その後1993年にシルビアは6代目へとフルモデルチェンジしますが、 1ATS-X は従来型のままフルモデルチェンジすることなく継続して販売されました。しかし、1999年に7代目シルビアの登場をもって消滅。およそ10年間のロングセラーでしたが、後継者はありませんでした。2. マツダ RX-8。 マツダは1978年にピュアスポーツカーのサバンナ RX-7 を発売。 RX-7 シリーズは同社を代表するスポーツカーとして代を重ねますが、2003年に生産を終了し、一旦ロータリーエンジンの系譜が途絶えてしまいます。しかし同年、新しいコンセプトの4ドア FR スポーツカーである RX-8 が誕生。エンジンは 654cc 2ローター自然吸気ロータリーで、新時代のロータリーエンジンということからレネシスと呼称されました。 RX-8 は改良を続け進化していきましたが、2012年に生産を終了し、再びロータリーエンジンの系譜が途絶えてしまいましたが、近い将来に電動車の発電用エンジンとしてロータリーエンジンが復活する予定です。 3. 三菱コルトラリーアートバージョン R。 2002年に発売された三菱のコンパクトカーコルトは、 1.3 リッターから 1.5 リッターエンジンを搭載するグローバルベーシックカーとして開発されたモデルです。そして2006年にはこのコルトをベースに、当時三菱のモータースポーツ活動を担当していた関連会社ラリーアートの名を冠したスポーツモデル、コルトラリーアートバージョン R が登場しました。またあくまでもファミリーカーではなくスポーツモデルであることを強調するように、乗車定員も4人とされています。コルトラリーアートバージョン R はかなり本格的なスポーツコンパクトとして作り込まれていましたが、2012年にコルトの生産終了をもって消滅。以降三菱のラインナップに高性能コンパクトカーは登場していません。 4. スズキスプラッシュ。スズキの登録車というと、1983年に発売されたカルタス以降、1リッタークラスのエンジンを搭載したコンパクトカーが主力です。そんなスズキのコンパクトカーの中でも異色なモデルといえば、2008年に登場したスプラッシュで、ハンガリーにあるスズキの子会社のマジャールスズキで生産されたグローバルカーであり、日本においてはスズキ初となる自社ブランドの輸入車でした。
体感はコンパクトカーながら安定感が高く、どっしりとした台形フォルムで、内装もシンプルながら洗練されたデザインのインパネ周りとなっているなど、かなりの力作でした。その後マイナーチェンジでエンジンの改良やフロントフェースの変更が行われましたが、2014年に販売を終了しました。5. ホンダジェイド。ホンダはミニバンのラインナップ拡充を図り、2000年にはスタイリッシュかつスポーティーなミニバンとして初代ストリームを発売し、2代目が2014年まで販売されました。このストリームの実質的な後継者として2015年に登場したのがジェイドです。ジェイドはもともと中国市場を主戦場に開発されたモデルで、外観は低い前方のクーペフォルムを採用したステーションワゴンタイプとし、日本市場では6人乗り3列シート車だったことからミニバンにカテゴライズされました。しかしジェイドの販売は発売当初から苦戦を強いられ、2020年にフルモデルチェンジすることなく生産を終了。優れた走りとスタイルのジェイドでしたが、すでに金字ドアのミニバンは市場から受け入れられていませんでした。いかがでしたか？何かのお役に立てれば幸いです。ご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録をお願いします。